はい、皆さん、今日はあの筋肉の神マッスル北村先生のフル食を、再現します。1日ね、再現します。まあ、もちろんあんなもの食ったりとかあんなもの飲んだりするんだけど、ちょっとやれる自信はあるんで、まあ、それを食えば、まあ、でかくなるんじゃないかと浅はかな考えです。今起きたばっかなんだけど、1食目いきます。はい、というわけでね、朝こちら見えづらいんですが、卵20個用意してます。卵20個を飲みます卵20個を飲みます。はい、飲みます。で、動画ではね、なんか卵白だけ飲んでたんだけど、黄身ちょっと入っちゃったら、まあそれは飲もうと、仕方ねえなっつうことでやっていきます。全部入れるまでね、早送り。あー、やべ、白身入っちゃった。白身じゃねえ、殻入っちゃった。はい、ということでね、なんとか20個入れたんだけど、器がね、小さすぎて2つに分けました。はい、やばいっすよ、吐かねえかな。さすがに20個飲むとかないね。このままじゃね、味気ないんで味付けをします。今日はこの、バニラエッセンス、あ、今日はアーモンドエッセンスにしよう。トン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 、アーモンドエッセンス。そしてまあ少しね、甘みなんぞを、加えて、はい、出来上がりということで、呼吸を整えろ呼吸を整えろ、いいか。まずちょっと少しだけ量が少ない方、これ入ってくからね。ちょっと若干黄身も入っちゃってるんだけど、余った黄身はね、捨てないです。この黄身は、冷凍してね、カラスのね餌になるんで、ちゃんと冷凍して、後であげます。じゃあいただきます。よし、きつい。あれだ、甘みとエッセンス系は下に結構沈んでるから、最後の最後の後味はすごく美味しい。アーモンドの感じと蜂蜜の甘みで、すごい最後の上って感じがね、ちょっと軽減される。これなかったらグエってきてるよね、グワッときてる。はい、でまだこっちの方が量が多いんですよ。こっちが12、3個入ってるんで。きつい、きつい。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、吐きそう、吐きそう。はい、無事、20個食べました。20個飲みました。いやーきつい、多分5分ぐらいかかってると思うんだよね。早送りしてるから多分分かんないと思うんだけど、最後はやっぱり甘い、最後は甘い。で、最初の上、真ん中すぎあたりまではね、もう卵白、そう卵白、もう今胃がね、胃の周りがね、もうぐっちゅぐちゅぐちゅぐちゅしてる感じするね。ということで、北村先生食1食目、鶏肉じゃないや、卵20個完飲いたしました。はい、では2食目なんだろうね、2、3時間おき後にね、2食目、乞うご期待というわけで寝ますはい、あれから1時間ちょっと経ったんですけど、腹痛くて今トイレで引きこもってます。早急に直してちょっと休みます。はい、ということで寝てました。2食目なんですが、鶏のささみジュースというのを飲んでたんですが、
これはまあ自分でもよくやってたんで、ただ本家は半冷凍のささみ、しかも生なんだよね。でもさすがに生はまずいんで、普段飲んでる鶏の胸肉をしっかり茹でたやつね、こちらを入れてきます。はい、こうやって茹でたやつあるんで、大体適当にね。そして少しね、甘みなんぞを加えて、ということで、はい、出来上がりということです。2杯分あるんでいただきます。おっちゃんのね、犬の散歩から帰ってきたらね、今度はストロベリーアーズでもう一回。少し溜まるのを、もったいないんで、やっぱ日々ね、鳥さんに感謝しながら皆さん摂取していきましょう。おしまい。タンパク質は取れたんで、今度は炭水化物、ご飯とかやっぱ時間ないんですよ。食べる時間があまりないんで、やっぱ出来合いのものになっちゃいますよね。そういう時は、ご飯にね、こういう、これは中華丼の、元っていうか、あの具材入ってるんですけど、こういうのを使ってね、とにかくね流し込むと、お腹が空いたら流し込む、そういう感じで食べます。ということで、これを茹でて中華丼食べてって感じですね。はい、でできました。本家はね、玄米を使ってたんですが、私は白米。やばい、超うまそう。もう匂い、あ、中華丼なんていつぶりだろう。いただきます。うまっ。じゃあこれ食べて、次はまた3時間後ぐらいに食べます。もう顔むくんできたわ。ちょっと顔むくんできましたね。なんとかお腹はね、調子は戻ったんで、はい、しっかりね、食べた後にエビオスジョを飲んで、胃腸のねケアをしながら今日は進めてきます。うまし。はい、で第3食目か。あれからさらに時間が経って、次は、野菜ジュースみたいなんで、用意したのがカットトマト、ホール缶と小松菜、そして塩と、これをジューサーにぶっかけて、食物繊維とかを摂取していたそうです。もうね、腹タプタプなんだよね。もう水分しか取ってない感じ。ちょっと頑張って飲みます。クッキング。これ水入れんのかな。水入れるか分かんないんで入れないでおきましょう。そして塩をまあ一つまみぐらい。手作り野菜ジュースって感じだね。塩スタート。やっぱ水入んないと回んないね。水入んないとダメっぽいわ。レッツゴー。うわうわ、やばい、これちょっと待って、青汁、まずい方の青汁の匂いがする。うわー、やべえこれ。ちょっと待って、涙出てきそう。マジでこれ飲んでたの。もっと美味しく飲む方法願ったの。うわ、やばい、マジモンの青汁の匂いがする。いただきます。あ、飲めなくはない。あの匂いはあのまずい方の青汁なんだけど、味はね、トマト。うん、飲めなくはない。皆さん、風邪とかにお気をつけください。乾杯。やべ、涙出てきた。めっちゃ辛い。
なんかすごい健康になった感じする。うん、いやもう水分取りすぎてあと3食ぐらいあるね。はい、ちゃんとしたご飯は1食かなあとの2食はちゃんとしたご飯じゃない。今日は1日ね、このマッスル食を頑張って食べていこいます。とりあえずちょっと炭水化物入れて胸のトレーニングして、そっからかな次の食事は。始めたのが9時ぐらいで、今の時間4時ねわまずいな、ちょっとでかくなったかな、顔だけでかくなったんじゃない。ちょっと太ったらまたすげえ不細工ができたね。ただでさえ不細工なのになんかより老け顔になってきたよ。じゃあ次の食事までお待ちください。はい、じゃあトレーニングも終わって、ただいまの時刻が、8時です。さらに顔がねむくんできました。ってことで4食目になるのかな。ガーリックライスです。ほうれん草のバターソテー、納豆卵、本当はね本家は鶏を生で刺身にして食ってるんだけど、さすがにそれはできんからマグロの刺身と。さすがに鶏は生で食えんからね。さすがに、今回これマグロに変えさせてもらいます。これを4食目として食べます。これ水ですね。水は、飲み放題。この感じで食べていきます。であと1食残ってるんでちゃんと全部食べていきます。よし、食います。ちなみにご飯これ2合ぐらいあるんだけど、ゴー。はい、ということでただいまの時間大体10時過ぎ、夜の10時過ぎなんですけど、最後の食事です。鶏の胸肉の中に本日2回目の登場、小松菜。めちゃくちゃ急に野菜取ってるよね。でここに水を入れます。で水入ったんですけど、ここで終わると思うじゃん。なんかねポン酢を入れるみたいなんだよね。どんぐらい入れるか分かんないんだけど、とりあえずまあ少し入れよっか。こんなもんか。やーばーい。じゃあレッツゴー。やばい、吹いた。鶏肉汁完成です。めちゃくちゃ量あるっすね。2リットルぐらい皆さんいいですか。乾杯。いい夢を。うわっ、ちょっと待って、クソまずい。なんだこれ、絶対ポン酢甘いよこれ。ポン酢がまずすぎる。これ飲めねえよマジで。やばい、これマジもう涙出そう。ちょっと待って、本気で受け付けない。ちょっと味わわずにこれは飲もうと思います。あのね、こう見えてね大抵のまずいものはね食えるんだけど、なんだ受け付けない。そしてあまりのまずさにちょっと体かゆいっす。やばい、電池がない。ノーカットでお送りしたいんだけど、覚えてて、これが全部ない。ちょっと電池変えます。はい、ではさっきの続き。はい、さっきと同じ量です。ちなみにもう今のでね、これは空です。あと少し。では1日通してマッスル北村先生の食事をやりきりましたあーもうきつかった。これが一番きつい。これ以外は何気にいけた。ちなみにお腹はねめちゃくちゃ出たよ。ほらめちゃくちゃ お腹出ました。これほとんど水分ですね。はい、これ以外にも、1日通してね4リッターぐらい飲んでたんで、10リッターぐらいは水飲んでるね今日。ぜひねやってみて楽勝に飲めたと思った方は、コメントしてください。感想を聞かせてください。はい、というわけで明日はね、きっとマッチョになってるはずです。ということで本日の動画はこれで終了です。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録、そしてコメントお願いします。インスタグラムとツイッターはこの辺にあります。見てください。やばい、吐きそう。ではまた、バイチャ。出る出る出る。